リックオアトリート。お菓子を食べながらいたずらもしちゃおう。ハロウィンの仮装か。ムニは黒猫、レイは魔女が似合いそう。リンクはピエロかな。え、ウサギの仮装かって？これはいつもつけてるやつよ。いたずらするわよ。実は前からやってみたい仮装があって、着ぐるみに入ってみたいんです。お菓子持ってないの？じゃあいたずらしてもいいってことだよね。お菓子が欲しいって？ミントガムなら持ってるけど、これはお菓子に入るか？本場のハロウィンのことを教えてほしいって？だいたい日本と同じよ。お菓子があげたいけど、それじゃいたずらしてもらえないのよね。悩ましいわ。魔女の帽子をかぶっていたらたくさんお菓子をもらえました。縄さんの言った通り、飾りのかぼちゃとかって結構重いのよね。運ぶの手伝ってたらなかなかの運動になったわ。あ、かぼちゃは野菜だから、かぼちゃのお菓子も野菜なんだ。いくらでも食べていいんだ。ハロウィンのオレンジは収穫を意味するんです。可愛い子の仮装も豊作だといいな。今から椿にお菓子もらいに行くんですけど、一緒に来てよ。お、噂をすれば椿お菓子くれないの？それともマリカにいたずらされたいのかな。大学でコシクレモンスターに出会ったよ。それも何十人と。恐ろしかったよ、本当に。この前リカたちに一緒に仮装しようって言われたんだけど、結局どうするんだろう。この時期になると黄色が妙に楽しそうなのよね。どうしてかしら。お菓子くんなきゃいたずらしちゃうぞ。リモコンの電池を全部抜くとか。手作りお菓子に仮装行列。うん、この時期はもう最高ね。トリックオアトリートは去年のお返しをさせてもらおうかな。ブリカルリリーのみんなのために今年もお菓子を用意したんです。あなたもお一ついかがですか？くるみさん、みーこさん、先生方まで巻き込んでのいたずらなんて許しませんわよ。トリックオアトリック、新作いたずらのお披露目だよ。トリックオアトリート。お菓子でもいたずらでもどっちも楽しいの。